椿常きは日本の歯科医、日本の科医師日本絶足矯正歯科学会会長、開業医、東京都生まれ、1991年に本歯科大学歯学部を卒業。1999年にティースアート矯正歯科を開業。現在、特定非営利活動法人日本成人矯正歯科、学会常務理事、日本健康医療学会理事。 日本絶速矯正歯科学会認定医、日本成人矯正歯科学会専門医、ヨーロッパ絶速矯正歯科学会ティチェラーメンバー、世界絶速矯正歯科学会アクティブメンバーでもある。また、渋谷区司会司会理事を務めた後、渋谷区立大向保育園司会を経て現在、渋谷区立渋谷保育園司会を務めている。ABCD ティースアート共生歯科スタッフ紹介。 共生歯科ネット。日本メディカルネットコミュニケーションズ。2015年8月26日閲覧。ABC、臨床の疑問に答える。リンガルブラケット共生 Q&A60。茨く出版。2015年8月26日閲覧。AB、学会について。日本絶速共生歯科学会。2015年8月26日閲覧。AB、 ドクタープロフィール、ティースアート共生歯科、2015年8月27日閲覧。本学会について、学会概要、役員構成、日本成人共生歯科学会、2015年8月26日閲覧。役員一覧、日本健康医療学会、2015年8月26日閲覧。トキスカンレリーズ、コングレス。 ヨーロッパ絶速共生学会2015年8月27日閲覧ありがとうございます。